スティーブン・マロリー・スティーブン・ラッセル・マロリーは、アメリカ合衆国及びアメリカ連合国の政治家。1851年から1861年まで、アメリカ合衆国上院議員を、1861年から1865年まで、アメリカ連合国海軍長官を務めた。1813年、マロリーは、イギリス領西インド諸島のトリニダード、ジマポート・オブ・スペインで生まれた。 しかしマロリーが2歳の時に父親が死亡し、1820年に家族はアメリカ合衆国へと移住した。マロリーの母親はフロリダ州キーウェストで下宿屋を開業した。マロリーはアラバマ州モービルとペンシルベニア州ナザレスの学校で教育を受けた。マロリーは十分な教育を受けることができなかったが、1833年に キーウエストの税関検査官に就職し、その傍らで法律の勉強をした。そして1840年に弁護士として認可を受けると法律事務所を開業し、キーウエスト地域で行政機関からの様々な仕事を受け負った。マロリーは1837年から1845年までフロリダ州モンドー軍で軍藩事を務め、1845年に キーウェスト校の税官長となった。この間の1838年には、フロリダ州ペンサコーラに住む裕福な一家の娘と結婚している。マロリーは1850年に恩恵派の民主党員として合衆国上院議員に選任され、1857年までの任期を全うした。彼は1856年の選挙でも再選を果たしたが、1861年に、 南北戦争が原因で辞職した。上院議員在職中、マロリーはフロリダ州において合衆国海軍の事務を最もよく知る人物の一人として評判になった。そして、マロリーは合衆国議会において上院海軍委員会の委員長に指名された。マロリーは年老いた士官や無能な士官を退かせ、また、総甲法官の開発を支援するなど、 合衆国海軍を改革するために辛抱強く働いた。しかしこれら一連の計画を完了するための資金を十分に調達することはできなかった。1860年の大統領選挙でエイブラハムリンカーンが当選するとマロリーはジェファーソン・デイビスをはじめとする南部諸州の政治家に怪獣を促した。しかしマロリーの南部への愛着は大きくフロリダ州が 連邦離脱を決めたとき、マロリーはそれに追従した。そしてアメリカ連合国が建国されると、フロリダ出身の閣僚を必要としたデイビス大統領は、マロリーの有する海軍事務の広範な知識と私的な友情により、マロリーを連合国海軍長官に指名した。南北戦争が開戦したとき、連合国は過労死て15隻の軍艦を保有した。 海軍士官のほとんどは合衆国に残留し、連合国陸軍省は海軍に対してあまり協力的ではなかった。連合国海軍の資金調達もまた極端に制限されていた。しかしマロリーはイギリスを中心にヨーロッパ各国から数隻の艦船を調達した。その中で最も有名なものはイギリスから取得したスループのアラバマである。アラバマは 大西洋やメキシコ湾でにおいて通称破壊活動を行い、1864年6月に撃沈されるまで約22ヶ月間にわたって合衆国の感染を悩ませ続けた。さらにマロリーは合衆国による海上封鎖を打破するために多数の装甲艦を建造する計画を立案したが、経済状況の悪化により資金や資材が不足し、 その計画を完全に実行することはできなかった。海軍長官としてのマロリーの最大の失敗は、海軍に十分な資金を配分するよう他の政府交換を説得することができなかったことである。マロリーは非常に革新的な人物でもあった。連合国の工場は合衆国の工場と競争をしようとはせず、また、戦争初期にナッシュビル、ニューオーリンズ、メンフィス、 ノーフォークといった工業拠点を失ったが、連合国海軍は戦争中に22隻の成功な装甲艦の建造を実現した。加えて、魚雷や潜水艇などの実験段階の兵器を実戦投入し、また水陸両用作戦の導入を研究した。しかしこれらの兵器や作戦は結果的にあまり良い戦果を上げられなかった。ロバート・イーリー将軍がバージニア州、 ピーターズバーグを撤退し、連合国の首都リッチモンドを失うと、マロリーは他の閣僚と共に闘争を強いられた。連合国の敗北が確実となると、マロリーはゲリラ戦で抵抗することに反対した。その後マロリーは合衆国軍によって拘束され、ニューヨーク州のラファイエット砦に約10ヶ月間収容された。釈放後、マロリーは弁護事業を再開した。 マロリーは合衆国軍を利用した南部復興活動に反対し、また黒人に賛成権を与えることにも反対した。そして1873年、マロリーはフロリダ州ペンサコーラにおいて死去した。マロリーの遺体はペンサコーラ市内の聖マイケル墓地に埋葬された。同時代の人々の中には連合国の敗北についてマロリーを非難する者もいたが、 後世の歴史家はマロリーについて高い評価を与えている。ありがとうございます。